やっぱり伝統産業をやってる以上、その昔から受け継がれてきた技術とかはずっとこう守りながらも、いろいろ新しい挑戦っていうのを僕も自分自身でやっていて、その一環として今回こういう新しい見せ方ができるっていうことで、自分なりにまた新しい方法を見つけてやってるんですけど、またそれが新しい伝統になっていけばいいかなって思いながら、常に考えながら動いてますね。その日本人独特の美意識っていうのがあると思って、その豪華絢爛の中にもこうちょっとわびさびがあったりとか、こうしつらいとしてすごく落ち着いたしつらいになる。で、僕らそういう西陣織の伝統産業っていうのは特にそういうところを意識してて、豪華絢爛でありながらも周りを引き立てるような、そういうイメージっていうので、ものづくりをずっと教わってきたので、そういう意味では日本人の美意識、金箔っていうのはすごくラグジュアリーに合うんじゃないかなって思いますね。